どうもナムチンです。メタファーやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はここ闘技場に来ております。完全に闘技場のことを忘れてて、やり損ねるとこでした。まあ、ちょうどね、いい感じのところにセーブポイントがあったので、そこまで戻ってやり直してます。やはりね、こまめにセーブポイントを作っておくっていうのはかなり重要ですね。このゲーム、一旦行ってしまうと取り返しがつかないことになってしまいますので、もう必ずセーブポイントはたくさん作っておくことをおすすめします。で、ここかなりいいアイテムを入手することができて、今ね、最後まで来てるんですよ。最後の敵まで来てます。で、入手したアイテムをお見せしますと、まずね、これすごく良かった。あ、これ。幸運のガントレットだね。幸運のガントレット。これが戦闘終了時に、装備者の入手アーキタイプ経験値が 1.5 倍ですよ。1.5 倍。これはね、すごい能力だね。早めに欲しかった。そして、アクセサリーも、一つ入手してて、それがこれだね。16夜のメダリオンです。戦闘中に行動順が来た時に MP が大回復。いや、これもね、使い勝手が良さそうですね。まあ、こんなものが入手できるなんて、本当に早めにした方が良かった。ちょっと遅かったね。まあ、とりあえず、最後の一戦、行ってみましょうか。敵はそんな強くないので、何が入手できるのか。何？名前も知らないおぞましい化け物なんだ。まあまあ、レベルも高いので余裕でしょう。いきまーす。あ？こいつ？いやいや、塔の最上階の一個手前にいるやつだよね。いや、余裕。こんなやつが強いなんて言われてたの？いや、まあ普通に攻撃していきましょうか。あ、すぐ楽にしてあげる。あ、若干強いかも。うん。あ、なるほどね。ならば、いやいや、しなくても全然余裕で勝てるんでしょうけども、まあ一応このターンで勝ちたいので、なんとかしていきましょう。絡めていく。もうゴリ押しは本当にいいよね。王者の魂をここに。よし、 OK。 もうこれ勝ったこれは勝った。ビダルダで、防御3段階下がってるね。発想飛び。あ、なるほど、相手をよく見ないと。体勢ついてんのね。いや、でもいけるでしょう。これで、わっしょ、11500 素晴らしいダメージ。それではなんて読むんだ。なんとかの書だね。あ、入手できました。あ、そして、もう一つ総大将のたすきっていうのもゲットですね。いや、これちょっとどんな能力なのか楽しみだ。ちょっと見てみます。そしてなんと新しいクエストが出た。闘技場の王者になれっていう、クエストが出ましたね。報酬が世界樹の冠。強そう。世界樹だ。ああ、これもちょっとやりましょうか。それではこれが本当のラストっぽいです。いきましょう。こいつか。なんかミノタウルスの緑色みたいな、そんなやつが出てきましたけども、まあ難易度的には星6ぐらいだったので全然大したことはなさそうですけどね。うん、まあいつも通りの感じで。あ、耐性あるかもしれないな。まあまあいいや、一回やってみよう。いや、こっちから行こう。
んで、マスクドダンサーついてきます。マスカレードチャージ、ありがとう。さすがだな。すまない。いやもう本当この戦法が最強だもんね。貴族として今のところこれ以上のやつが今のところ見当たりませんね。本当に強い。耐えられるか。プリンセ叫び。いやこれこれ一ターンでいけたんじゃない？特別に踊ってあげる。うまくいけば。魂はここに。ちょっと苦しい。よし。ファイター。頼む。反射するなよ。向こう反射やめて。切り捨てる。あ普通に効くわ。あ終わった。めちゃくちゃ弱え。むちゃくちゃ弱いじゃん。さあそれでは。これで王者になりました。クリアです。で世界樹の冠っていうのをゲットしましたね。 OK。 ではちょっと性能を見ていきましょう。それでは見ていきましょうか。まずは冠、あった、世界樹の冠。あ防御力130でなかなか強く、おー精神異常状態にならない。いや素晴らしい体勢がついてるね。素晴らしい。で新しいアクセサリー2つあったね。ああった。総大将のタスキが、ジンテーゼの威力と消費 MP が激増する。あこれ強いんじゃない。威力も激増するっていうことでしょ。いやこれはちょっとやばいかもしんない。うん、普通に、増加するっていう装備はあったんだけども、激増は初めて。これやばそう。で、こっちが、うわぁ、何これ。クリティカルダメージ2倍。まあ、確定でクリティカル出すのはちょっと難しいんですけども、いや、これは、めちゃくちゃいいぞ。やばい装備が入手できました。はい。ということで、今日は闘技場をクリアしてみました。レベル70ぐらいで行ったので、全然余裕だったんですけども、まあ、多分50半ばとかそれぐらいで全然クリアできるのではないでしょうか。いや、報酬が本当にいいので、これはね、忘れずに行った方がいいです。私完全に忘れてて、後戻りしてきましたからね。うん、まあ忘れないように必ずここはやるようにしてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。